どうしたんですか？周囲を気にされてるようですが。あ？特になんでもないけど、こんなところにガキどもを集める施設を作るとはなーってな。この辺は軍関連施設が集められた区画ですね。住人たちの動きを警戒しているのかもしれませんね。みたいだな。それだけ現実が厳しいってことか。孤児収容施設だって外から見れば軍管理の施設だもんな。孤児院というより孤児たちを生産力に転化するための施設ですから、生産作業と勤労奉仕は大事ですよ。今は公的な施設はほぼ全て軍の管理下ですからね。息苦しく思う人もいるのでしょうね。なるほどね。人気だな、ミオノは。食い物が来たぞ。しずく姉ちゃん、食い物。一郎くん、先生を呼んできてくれるかな。おお、任せろ。で、その前に食い物は。はいはい、後で配るから先に呼んできてね。おお、待ってろよエレン、先に分けちゃダメだぞ。ところでミオノ、食い物なんか持ってきてたっけ？大丈夫です。私とエレンちゃんでこっそり貯めた甘食と神宮寺少佐からの差し入れがありますので。ここにちゃんと。ほう。私のミスです。二人には私から言っておきますので。ああ。あら、どうしたのかな。お姉さんに何かご用かしら。ねえねえ、しずく姉ちゃん、このちっちゃい大人の人誰？俺は小さくはないぞ。それほど大きくないだけなんだ。君は名前はなんて言うのかな。聞いてどうするの。ん？変態。あ？お、俺？かずみちゃん、そのお兄さんは変態さんじゃないよ。ちょっとエッチなだけ。まあ、神宮寺少佐との一件がありますしね。完全なフォローは難しいかと。いきなり女の子の名前を聞いてくるんだよ。変態だよ。しずく姉ちゃんが変態連れてきた。ほら、誘拐される、持ってかれる。ご愁傷様。で、エレンまで注意。
まあまあ、お気を落とさずに。もういい加減にしずく姉ちゃん怒るよ。お土産なしにしちゃうからね。ごめんなさい。なんだか一人でニヤニヤしてる。やっぱり変態だよ。どうやら気に入ってもらえたみたいですね。ここの子たち警戒心強いから。え、そうなのか。ええ、基本的に軍人は苦手みたいなんです。年長者が軍事教練で絞られてるのを見てるからでしょうね。ですから男性の英士がここに来たのは実は初めてなんですよ。そうか、そうだったな。じゃあどうしてよ。俺は注意にはそんな雰囲気が全くないからじゃないですか。でもよかったじゃないですか、気に入られたみたいで。え、あれ、ごめんなさい、ちょっとフリーズしてるみたいだわ。ああ、注意の理想はマッチョだって言ってたっけね。注意、ほらしっかりしてください。背筋伸ばして。あっ、俺は一体。おーい、しずく姉ちゃん、先生連れてきたぞ。小手川先生。まあまあ、しずくちゃん元気だった？お手紙ありがとね。私所属する隊が変わったんです。こちらが私の上官の立浪中尉と先輩の仙道少尉です。お初にお目にかかります。帝国軍第一戦術機構大隊立浪響き中尉であります。同じく仙道柚塚少尉であります。ここで職員代表を務めております小手川でございます。しずくちゃんがどうもお世話になってます。いえ、こちらこそ。彼女にはいろいろと助けられています。そうですか、お役に立てていればいいんですけれども。あの、しずくちゃん体調を崩したりしていませんか。え、あ、はい、今のところは元気に頑張ってくれています。ならいいんですけれども。こんなところでご挨拶もあれですから、どうぞ中の方へ。は、では失礼いたします。それでここをこほら、しずく姉ちゃんすごいすごい。しずく姉ちゃん次はこれ。はいはい、ちょっと待っててね。エレン、こっち来てよ。了解。どうした？しずくちゃんにはいつもよくしてもらって、あの子がここを出てから入ってきた子たちもみんな懐いてくれて。そうですか。つまらないものですが、裏の菜園で収穫したお芋で作ったお菓子です。ぜひお召し上がりください。いえ、そのようなお気遣いは無用です。軍務ですので、その分を子供たちに。その子たちが今日いらっしゃる皆さんにと言って作ったんですよ。さあどうぞ。注意、いただきましょうか。そうだ、では喜んでいただきます。頂戴します。美味しい味です。それは何よりです。
ところで、菜園とおっしゃいましたが、どのようなものを栽培しているんですか？菜園と言いましても、草と名がつくものは毒さえなければ食料ですから、何でも生え放題ですよ。ああ。一応野菜らしいものは、さつまいもやネギ、ニラ、枝豆、他にもあれこれ試しましたが、土のせいかなかなか難しくて。やはり塩素風の影響が。ええ、子供たちが生産任務で覚えてきたことを取り入れたりもしているんですが、うまくはいかないものですね。野菜の種はどこから？すべて配給されたものをやりくりしているんですか？それはもういろいろ。もちろん配給でいただいたものを植えたり、その辺の草を取ってきて植えたり。児童育成施設ということで、食料などは優先的に回していただいておりますけど、子供たちは食べ盛りですからね。書類によると、ここには30人の子供たちがいるとありましたが、職員名簿には先生を入れて3名しか記載がありませんね。あとは皆さんのように授業ごとにその都度いらっしゃるんです。大変ではありませんか？一番大変なのは食事の支度ぐらいのもので、あとはもう子供たちがお互いに助け合ってやってくれますから。英子教育課程にいる12歳以上の子供が7名。みんなのお兄さんお姉さん役ですか？はい、もうね、よく頑張ってくれるんですよ。しずくちゃんもそうでしたけど、しっかりした子が多くて助かってますわね。中にはその難しい子もいるんじゃないですか？心に傷を負ってしまったような。そうですね、専門治療が必要なほどの子はこの施設にはいません。でも心の傷というのは多かれ少なかれ全員が負っています。調査の部下ってのは本当なのかよ？まあ黙ってないで教えろよ、おっさん。ケチくせえぞ、おっさん。一郎くん、言葉遣いが悪いよ。しずく姉ちゃん怒るよ。なんだよ、そいつが教えてくれないのが悪いんじゃんかよ。一郎くん、お姉ちゃんたちはみんな神宮寺少佐の部下よ。間違いないわ。おお、本当？本当なの？美人のお姉さん。あら、お上手ね。本当よ。全員が神宮寺少佐直属の部下、第17小隊ウォードックなのよ。ウォードック、すげー、かっこいい。みんな、しずく姉ちゃん神宮寺少佐の直属の部下になったんだってよ。本当？しずく姉ちゃん、エレン姉ちゃん、すげー。しずく姉ちゃん、すごいすごい。しずく姉ちゃん、すごいね。おめでとう。一郎くんと何を隠そう、この俺、立浪響こそウォードッグ隊の隊長、ウォードッグワンなのだよ。
少佐はこんな変なおっさんなんか部下にしないよ。鶏みてぇ変なの変なの変なのこらもうふざけるのをやめないと本当に怒るよ。お菓子も配りません。ごめんなさい。一郎、君も謝る。だってさ、分かったよ。ごめんなさい、パスの道はいい。まあいいって。まあ元気があって結構なことだ。だよな、このくらい大したことないってな、パスの道。ほら謝れごめんなさい。本当に元気があり余ってるな。ところで、お話をする子たちが見当たらないようですが。ええ、今日は勤労奉仕に行っていまして、解散してから帰ってくるまでの時間がちょっとだけ。すみません。いえ、そんなもんでしょう。支給品を分けちゃいましょう。え？いいのかよ。もう少しすれば戻ってくるんだろうし。みんなもう待ちきれないんです。大丈夫。お兄ちゃんもお姉ちゃんもちゃんと分かってますから。そうか。なら任せるよ。はーい。じゃあ配るから順々に回してね。みんなでいただきます。ねえねえ、立浪注意さん、お腹空いてる？これ一つ分けてあげようか。おお、サンキュー。ありがとうさん。これはクッキーか？うまい。いい匂いだな。本当ですね。合成香料の配合が絶妙なんでしょうね。どういうレシピなんだろう。おいしいね。インドのお菓子みたい。お兄ちゃん食べたことないの？インドのお菓子おいしいよ。そっか、お兄ちゃんも食べてみたかったな。お姉ちゃんも食べてみたかったな。わかった、今度もらったら取っとくね。ほら、またサウスエリアに行ったでしょう。あまり関わっちゃダメと言ってあるでしょ。あそこら辺は危ないのよ。闇市のあるあたりをそう呼ぶそうですよ。この前ミオの少尉から聞きました。まあエレンは心配性だな。大丈夫だって。それにあそこじゃなきゃ手に入らないものいっぱいあるんだぜ。知ってるだろ。それはただいま。おや、ようやく帰ってきたみたいですね。それじゃあお話を聞いている間、私たちはあっちで遊んでようか。はーい。構いませんか。いつも雫にはそうしてもらっていたのですが。
なら慣例に従おう。じゃあね、今度は違うのの作り方教えてあげるね。よし、こっちもそろそろ準備すっか。了解。で、どうだったんだ？初の育成施設訪問は。なんかいい話でもあったか？いや、別に。強いて言えば、いつの時代でもガキは元気だなってことが再確認できたって程度だな。元気ね。親亡くしてるわけだし、から元気だとは思うけどな。ま、元気なのは何よりだ。いや、それがから元気っていうわけでもないみたいなんだよな。どういうことだ？確かに子供たちは親亡くして心に傷を負ってるが、なんていうか、それはそれ、これはこれみたいな感じというか。あいつらが無邪気な笑顔を浮かべるときは素直に楽しかったり嬉しかったりしてるんだと先生が言ってたぜ。から元気な子供の作る表情は見てりゃ一発でわかるってさ。ああ、子供らしさっつうか、精神の単純さっつうか、それがよく働いてるってことなのかね。こっちをやると、あっちを忘れる、みたいな。さあな。ただ、やっぱり夜になると、その反動が来る子は多いみたいだが、夜泣きみたいなのは多いらしい。寝るだけになって、悲しいこと忘れさせるだけのものがなくなるからだろう。だろうな。でも、徴兵年齢の低年齢化には、確かに問題もあるけど、逆の面もあるわ。逆の面？そう。当然だけど、今は精神的に不安定な子もかなりいるわ。そんな子供に、未来に希望を持たせてあげられる。希望？少なくとも、親や友人や故郷を奪った外敵と戦う能力を身につけられる。復讐する力を得るというのは、子供たちの精神を安定させる一工程としては有効だわ。ところでお前、ガキどもの訓練風景って見たことあるか？いや、まだだ。今日は話をしただけだったからな。あれは、異常な光景だぜ。俺も実際に教えたのは、数えるほどしかないけどな。ああ。お前さ、初めて射撃した時のこと、覚えてるか？覚えてるよ。初めて撃った緊張が解けてくると、楽しくなっちまうじゃん、あれって。でもって、にやけてるのがバレて、教官に説教される、とかな。そうそう、そんなもんだよな。でもな、奴らは違うんだよ。はぁ。俺も最初はな、緊張してるガキどもも、撃ってるうちに笑い出してくれんじゃねえかなって思ってた。くったらねえことかもしれねえが、俺も連中が笑ってくれることを、心のどっかで楽しみにしてたんだ。違ったのか。ああ、奴らは違ったね。撃てば撃つほど、瞳が暗くなっていくんだ。だんだん表情が消えていき、最後は真っ黒な穴が開いたみたいな目をしやがる。はあ、軍隊式で育ったガキは不気味だ。あいつらは俺たちとは違う人種だ。別に腐すつもりはないが、何年経っても俺には理解できねえと思う。
しかも救いようのないことに、ある程度の年齢までいったガキは親元から強制的に引き離して軍隊で育てるつもりらしいぜ。それ本当なのか？冗談だろ。わからん。まだ噂のレベルだけどな。バビロン作戦前のソ連なんかじゃ採用してた政策らしい。そうか。嫌な話だな。今さ、結婚だの出産だの奨励されてんじゃん。産めよ増やせよ地に満ちよって。らしいな。詳しくは知らんけど。妊娠出産に関しては特別休暇と奨励金も出しますってさ。人事局に顔出してみな。見合いの斡旋までやってるぜ。ま、人間減りすぎたからな。当然といえば当然の流れだよな。そういや知ってるか？正確な人口統計を今は出してないらしいぜ。軍事機密ってことでな。そんなもんが機密事項なのか。アメリカなんかにはできるだけ知られたくないんだろ。たく、それ以前に俺は今の時代で子供作ろうってやつの気が知れねえぜ。帝国政府が言ってるのは、子供じゃなくて戦争の道具を作れってことだろう。この先、明るい未来なんてあるわけないのに、子供を作るなんて傲慢な真似は、俺にはできんね。そういう考えもあるかもな。ほんと、ろくでもない時代だよ。ああ、そういや、いい点が一つだけあったわ。なんだよ。女だ、女。子供を産みたいっていうバカな女が増えてる。なんせ妊娠すれば、当面の生命の危機からは逃避できるからな。はあ、だからよ、英子様が一声かければすぐに股を開く女は多いぜ。どうよ、今度久々に女でも引っ掛けに行かねえか。九州時代を思い出してさ。ああ、了解。タイミングがあったらな。でも、あまり楽しくなさそうだ。まあな。でも、暇つぶしにはなるぜ。はあ。さて、つい長話しちまった。そろそろ行くかな。
宿舎が違うと飯ですら顔合わせねえのがつまらんぜ。そうか、俺は嬉しいぞ。飯ん時までお前の鬱陶しい顔見なくて済むからな。言ってろバーカ。今度ちゃんと時間作って遊び行こうぜ。わかったわかった。じゃあな。津波注意。なんだ、楠本軍曹じゃないか。こんなところで会うなんて珍しいな。そうですね、私もあまり三熊に入ることはありません。それで何か用か。はい、注意に神宮寺少佐からの伝言を預かってまいりました。少佐の伝言？軍曹が？はい、明日は1000に執務室に来てくれとのことです。それからこれは明日の予定を記載した書類だそうです。おお、了解。確かに受領した。それと本日少佐に提出する報告書については明日執務室に来る際に持ってくるようにとのことでした。伝言は以上です。了解した、ご苦労様。いえ、本当は三熊に来られる前にお会いできれば注意も無駄足を踏まずによかったんですが。いや、いいさ。ところで少佐は、ちょっと聞きたいことがあったんだが。ああ、すみません、体調が悪いようでしたのでもう休まれるということでした。体調不良？そうか。はい、ハンガーでお会いしまして、それで私が伝言を賜ったんです。でも体調が悪いのに一体何しにハンガーに？え？やっぱり白の井の整備状況には心配な点も多いようでして。はあ。ほら、獣医も仙道少尉も心配されていたじゃないですか。ああいう思いですよ。そうか、少佐も腕利きの英士だもんな。思いは一緒か。そうです。あとは私たち整備班のことを気にかけてくださって。ああ、いつも大変だよな。俺たちも感謝してるよ。いいえ、こちらにしてみれば獣医の招待は出撃回数が少ないですから助かってます。ああ、私、なんか微妙に失礼なこと言ってしまったような。いや、別にそんなことはないさ。ところで軍曹はこの後またハンガーに。
はい、戻ります。なら一緒に行かないか。いろいろ聞きたいこともあるし。聞きたいことですか？何でしょう。このタコマのこと、シアトルのこと、いろんな噂のこと、まあ何でもかな。注意のご希望にかなうような情報があればいいんですけど。とりあえず歩きながら話そう。はい。ミオノだったか。こんなところで会うなんて意外です。お前もこの場所を知ってたんだな。そりゃそうか、エレンが知ってたんだから。はい。ちょいこそエレンちゃんに聞いたんですか、この場所。いや、整備班経由の情報。じゃあクソ元軍曹ですね。実はこの丘の見晴らしがいいのは私が発見したんですよ。へえ、そうなのか。みんな一人になりたいときはここに来るみたいなんですよ。時々丘の下のベンチで順番待ちしてる人もいるんです。そうなんだ。結構穴場なのかと思ってたよ。私が教えちゃいましたから。せっかくの場所だからみんなにって。ほう、優しいんだなミオノは。独り占めしたいとかは思わなかったのか。独り占めですか。いいえ、全然。そんなことしたらもったいないじゃないですか。自分だけが知っててもつまらないですもんね。そうか、ごめんな、変なことを聞いたかもしれないな。ところでお前はなんだ、一人になりたくなったのか。はい、ちょっと。そうか、じゃあ俺は退散するよ。待ってください、行かないでください。いいのか。なんていうか、一言で言うと楽しかったかな。楽しかった。変かな。いえ、そんなことはないです。っていうか、よかったです。よかった。あの、注意見てください、この街を。いつ見ても綺麗だな。私たちみたいな未熟者でも何をすべきかは分かっています。タコマに住む日本人を、友達を守るんです。そうすればいつまでもこの綺麗な夜景が見られるんです。その通りだ。注意、私たちみたいな子供が戦うこと反対だったみたいだから。それなんだけどな、正直俺はやっぱり抵抗あるぞ。その点については昨日の昼注意と同じだ。そして
どんな苦境に立たされても子供を戦場に立たせないことに日本人として誇りを持ちたいと思っている。だけど同時にそれが理想の押し付けであるということも分かっている。いや、それを知った。その押し付けが守りたいはずの子供たちの命を危険にさらしている。その現実にぶち当たった。それだけでなく、子供たちの心を蝕んでいる傷を癒す方法として戦うことが有効だということも理解してしまった。悔しいけどな。そしてあの孤児院でのガキどもの明るさだ。はい、みんな戦いたいと思っています。それが生き残るための道ですから。でもな。え？それでも俺は諦めねえよ。諦めちゃダメなんだってこともまた理解できたんだ。ガキがガキらしく生きていける日を取り戻すために俺は戦うよ。それってな、いろんなことにつながっていると思う。ことですか？ベータを全部ぶっ倒しただけでもダメなんだ。それでこの世界が元に戻るわけじゃない。そうですね。今街で起きているいろんなことがちゃんと片付かないとダメなんですよね。その通りだ。そのために神宮寺少佐は頑張っていて、それを助けるために俺たちがいる。はい。どうした、ミオノ？そうか。あの、実はユキちゃんのことなんですけど。鈴原ユキ少尉のことです。知り合いだったのか？はい、育った施設は違いますけど、訓練過程で何度か会っていたので。ユキちゃん、施設で浮いてたみたいで、先生たちのこともあまり好きじゃないって言ってました。折り合いが悪かったのか？先生たちが悪いわけじゃないんです。ただ、忙しいからユキちゃんみたいにおとなしい子は後回しにされちゃうことがあるんです。私とは少しだけですけどお話をする中で、それでこの場所を教えてあげたんです。そしたら気に入ったみたいで、ずっと何回もここで。友達がいなくなるのは寂しいよな。はい。あの、ありがとうございました。え、何がだ？ユキちゃん、
注意の部隊に配属されて、きっと喜んでいたと思います。だって、あの立浪中尉の部隊だったんですから。ユキちゃんは、英史とか向いてなくて、英史特性基準が下げられたから、やっと合格できたって。お薬で体を強化するのも体質に合ってないって。処置を受けると入っちゃうって。薬って、鈴原は薬を打っていたのか？はい。もしかして、お前も？はい。私の世代者みんなそうです。そうですか。お役に立てていればいいんですけれども。雫ちゃん、体調を崩したりしていませんか？はい。今のところは元気に頑張ってくれています。ならいいんですけれども。でも、ユキちゃんは我慢しないと英士になれないって。それでずっと、我慢して。いっぱいいっぱい大変だったと思うけど。でも、それでも英士になれてよかったって。それで、注意の部隊に配属されたんだから、すごく幸せだったと思います。でも、あいつは、死んだ。生き残れなかったことは残念だったけど、精一杯やれたと思います。注意。責任感じたり、してないですよね。誰も仲間を殺すために戦う人はいません。ユキちゃんのことは、仕方なかったんです。そんな風に引きずっていたら、他の命が危険にさらされてしまいます。まあ、聞こうが聞くまいが、どちらでも大した問題じゃありませんよ。仙道少尉の気持ちの問題に比べたら。少尉、これは釈迦に説法だとは思いますけど、自分のせいとかそういうの、命を縮めますよ。同じ体でやっていく以上、それは、ひいては私たちの命に関わります。奴らは違ったね。撃てば撃つほど瞳が暗くなっていくんだ。
だんだん表情が消えていき、最後は真っ黒な穴が開いたみたいな目をしやがる。ミオナ、私、お前もユキちゃんの分まで、やっぱり頑張ります。優しいんだな、ミオノは。ミオノ、今は泣いてもいい。でもな、いつまでも泣いてちゃダメだぞ。ミオノは元気なのが一番だからな。元気になります。私は